私は猫です。ストーリー、小野田隆夫、出演、久世聖歌。私は猫です。名前はまだありません。銀座八丁目、並木通りの裏通りの1階がお寿司屋さんで、2階から上にバーと居酒屋さんが15軒入っている原満ビルと、1階がイタリアンレストランで、2階から上にクラブと小料理屋さんが11軒入っている青いビル、その間の狭い路地に住んでいます。私は多分1歳とちょっと、黒い毛色の女の子です。どこかで生まれてここに捨てられたのか、この近所の路地に生まれてふらふらと道に迷ってここに来たのか、その辺のことは分かりません。一番初めの記憶は去年の5月下旬の夜遅く、ここの路地でミーミー泣いていた時のことでした。おい、どうした子猫。声をかけてくれたのは原満ビル1階の青葉寿司の竹さんでした。まあ、クロちゃん。そう話しかけてくれたのは青いビル3階のクラブ、スキャンダルの直子さんでした。腹が減ってるのか。よしよし、魚の骨でも持ってきてやるからな、と竹さん。バカだね、こんな子猫に魚の骨なんて。ちょっとお待ち、ミルクを持ってきてあげる、と直子さん。しばらくして竹さんがマスクメロンの入っていた空の木箱を持ってきてくれました。直子さんは少し欠けた深めのお皿にミルクを持ってきてくれました。直子さんは竹さんの木箱を見て言いました。バカだね、あんた。そんな硬い木の箱、クロちゃんが痛いじゃないか。ちょっとお待ち。直子さんはまたお店に戻り、中身のあんこを抜き取った古い小さなクッションを持ってきました。それから竹さんが木箱の中に古いクッションを敷いて、腕を伸ばして路地の奥にその木箱を置きました。すると今度は直子さんが手を伸ばし、ミルク入りの欠けたお皿を木箱の前に置きました。そして私が夢中になってミルクを飲み始めました。そんな私を見ながら二人が話しているのが聞こえました。直子、今夜はもう上がりかい。バカだね、竹は。当たり前よ。六本木でもちょっと行くか。いいよ、おごってあげるよ。ついでに止めてくんねえかな。バカだね。いいよ、竹氏。それから私はこの路地に住み、竹さんと直子さんに可愛がられて、とてものんきに暮らしています。銀座の夜はいろんな人がいて、私のことをいろんな名前で呼んでくれます。でも私は竹さんと直子さんに子猫とかクロちゃんとか呼ばれない限り絶対に返事をしません。私は野良猫ではありません。あのお二人に飼われているのです。いつかお礼をしたいと思っています。ドブネズミの忠助を捕まえて、青葉寿司の竹さんにプレゼントしたいと考えています。きっと喜んでくれると思います。それでは皆さんお元気で。